さあ始まりましたボナールチャンネル。ハロー、マサです。ゆやです。ボナーボナーありなのかそれは。さあ始まりました、1キロ企画。第1弾肉を1キロ食おうのコーナーですね。そうです、僕ら野球やってますし、大食いもかつてやってましたし、そういうこともやっていいんじゃないですか。ということで、はい、まずここに肉1キロ用意しました。豚肉が、実はね、ここに豚肉がいます。裏側に、はい、豚肉が 600g、はい、で牛肉が 200-200 の 400g あります。これ結構見た目えぐい、えぐいよ、量重いからねこれ本当に。ということでね、本日はこの肉を食べていきます。はい、では早速調理していきましょう。食えねえよ。じゃあ焼いていきますか。来ましたー。とりあえずね、200。これやっぱ黒の皿があった方が高級そうに見えるわ。いや間違いない、黒の皿、下にねプレゼントのところあるんで送ってください。ぜひ皆さん使います。動画でこの辺のやつ全部全部飾ってるよ、今来たやつ多分。そうだよね、うん、だからみんなあの黄金ね、もう一度黒の皿をお願いします。黒の皿をお願いします。そしたら安い肉でも高そうに食える。じゃあまあ普通に12食いますか。はい、いただきます。頭痛い。熱中症になりました。ダメだよ。まあまあ最初は普通に食いますよ、生で食います。このまま、まあ塩コショウ振ってあるんでね。すごいな。どうぞ。いただきます。おお、うまいね。うん、ちょっとかけたいかな。エバラ焼肉のタレいただきます。200はもうちょろいっしょ。うまっ、ちょろっ。これいい肉なんでね、うん、結構、うんうん、これがどんだけいい肉かってことを詳しく説明すると、うん、スーパーに行って一番右にある肉ですね。共通してるな。これ余裕説ない？余裕説あるわ。うん、これ余裕だったらちょっとね考えますよ次回から。うん、俺これもうなくなっちゃうよ。だおや、うん、焼肉のタレうまっ。やばいよね。焼き鳥はさ、タレ派？塩派？どっちも好きなんだよね。ケースバイケースですかね。でもさ、結構さ、いや焼き鳥は塩だろ、空気ない。焼き鳥何にするって言ったら絶対聞くの、塩にする、タレにするって。で、相手に任せるんだけど9割塩って言われる。うーん、そうなんだ。そうやって言ってきた人と2度目の飲み会ないんだ。うん、余裕じゃないですかこれ。食べ終わっちゃいましたので、豚さんを焼いていきたいと思います。いきましょうか。豚肉、よっしゃーい。残り300持ってきました。しゃっくり出したりやん。食べましょうか。美味しそう。もう出来たてほやほやだから。いただきます。ではそのままいきますか。これはちなみに塩コショウかけてないぞ。そうここにあったから。よっしゃー。うん、ちょうどいい。ほんと、うん、よかった。いただきます。うん、ケンタッキーやん。え、豚か。うん、え、めっちゃケンタッキーっぽくない？食ってみ。いや、食ったよ。すっげえケンタッキーの味なんだけど。これ豚肉だよね。一つの説言っていい？一つは、これが実は鶏肉説。もう一つは、まさか今まで食べてきたケンタッキーが豚肉だった説。じゃあ何これ。豚肉。正解です。マジか、すごいケンタッキーの味っぽいな。豚肉なんだけどな。これ1キロ企画ちょっと余裕だわ。でもさ、パラとかソーセージ1キロとか食ってたちょっとヤバくない？ヤバくない。ソーセージってさ、じゃあ例えば朝バイキングのソーセージありますって取るじゃん絶対。まあ3、4本いっても5、6、ね、いっても5でしょ。6本目からは多いなってなる。これ全部ソーセージだった。メンタル的にやら、やっぱさ、バーベルとか上げるときもさ、やっぱ100キロあってなるじゃん、うん、それ。まあもう見た目に圧巻されちゃう、うん、肉だとこれだと全然いけるな。でもいける。これだけだね。ラスト、よっ、うん、ごちそうさまでした。最初の1キロは余裕だったと。余裕だったわ。1キロ企画に逆に失礼でした。まあでもやると思うので、ぜひねこれ食ってほしいみたいなのあったらコメントお願いします。はい。
はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コラボよろしくお願いします。また明日。ありがとうございました。じゃあ早速調理していきましょう。早い。それで、ね、完成したのがこちら。